セットブレーク十分当たって一本ですね。これがドロップキックだよという締めをやっていましたね。あ、ドロップ3佐野直会場です。そうですね、ですから青コーナーの あ、そうですね、青コーナーが3人になったということですね、はい、そうです。やはりこのクラスでは実績から考えるとかなり上にランクされますね。誰ですか？アサリは。アサリはこのランクよりも2ランクぐらい上って言っちゃうのが、まあ、おかしいですけども、はい、新人の中入ると技術の差が際立ってないですね。そういう差ははっきり見えると思います。やはりそれは経験から来るものなんでしょうか？それまあやっぱりジャパニタはそれは特別な選手ですから、やっぱり。あっとカウント3入りました。遠藤の上選手が退場で赤青ともに3人残りとなりました。そうですね、ヘリング上は椎名優香。椎名なんか本当に前女らしい顔つきしてますよ、でこれは逆さ抑え込みはアウト1。これはロンダーとカンガルー、素晴らしい。いつ見ても決まりますね。いいタイミングでしたね。ということはもう一振り、ロンダーとカンガルー策です。一歩前に出たら今鼻面にもらっちゃいましたねあ、この後バック転見れますかね。ああ、なんかたくさんいろんなバージョンがありますから、見てる方もちょっと欲張りになりますよね。できればここでやはりその場飛びを分されると、あれもやってくれ、これもやってくれ、はい、そしてコーナー最上段からこれはおなじみスカイツイスター、これ膝が入りましたか。カウント3、赤と死ねば退場、やっぱり実力差ありますよ ね、 ですね。やっぱりこのドロッキーすごいですよ、いいですね。うわ、確実に玉野さん自分の身長と同じぐらいの高さが飛んでますよね。そうですね、しかも正面飛びと横飛びを使われてますよね。全日本女子では、はい、フライングキックという呼び方とドロップキックという呼び方で、はあはあ、縦と横を使い分けるんです。なるほど、はい、またですね、一流ですね。チームメイトの浅利選手が散々今見せ場を作りましたよね、はい、そうしたらやっぱり玉田選手も黙っちゃいられないですよね。さて3対1から大逆転なるか。あ、力はありますからね。ありますね、でも玉田も実力非常に上がってますから、そんなそんなにって感じがしますよね。トップは切り返してあっとこれは3人がかり、これは3人残りの、まあ、しょうがないですね、わざわざね、しまったって顔しましたから、1対1でホールを取られたわけじゃないですからね、はい、やっぱりイルミネーションマッチ非常にゲーム性が高いですから、はい、まあ、渡辺の表情にも実力で負けたということは虹も見れませんからね。さらに次の勝負でもないな、残念でした。悔しい、あんなのってありですか、3対1ですもんね、ちょっとね、もう悔しい。次は頑張ってください。ありがとうございました。残念でした。今後の活躍に期待いたします。残念でした。すいませんでした。ありがとうございました。残念でした。すいませんでした。ありがとうございました。見事オープニングマッチを制しました4選手にお越しいただきました。どうぞ。どうもおめでとうございます。
まずチャパリタアサリ選手、見事に、スカイツイスタープレス決まりましたが。そうですね、でもみんな頑張ってくれたんで、みんなが力を合わせて勝ち取った勝利だと思います。おめでとうございます。玉田選手、大健闘でしたか。っていうか、なんかすごいごちゃごちゃしちゃったんですけど、なんか自分は渡辺さんのラリアートで頭がぼーっとしてるうちに終わっちゃって、で相手渡辺さんだけ残ってたんですけど、やっぱりそうなるとは思ったんですよ。自分とかがいくらホールしても渡辺さんだけ残ってらっしゃると思ったんですけど、やっぱりこれだけいるんでチームワークで狙っていこうと思ったんですけど、チームワークの勝利よかったと思います。ありがとうございます。続きまして加藤選手、とりあえず、フォールされてしまいましたが、今後の抱負お聞かせください。一試合でも多く試合に出れるように体を作って一生懸命頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。続きまして渡辺選手、大健闘でしたが、いや自分はあんまり出てないんですけど、今度やるときはもう少し頑張りたいと思います。今後の活躍に期待いたします。どうもおめでとうございました。